ハワイ海にあるカレレ海というプロジェクトになります。2708ユニット、このユニットはフレックスユニットといって、ユニットの中が2つに分かれていて、2つのレンタに貸すことが可能です。ここに、洗濯乾燥機があって、こちらのユニットは、まあ、ワンルームのような、形で貸すことができます。クローゼットスペースがあってバスルームですね。ガスレンジはないんですが、シンクがついていて、ワンルームのような作りです。そしてハワイ海のマリーナビューになります。でこう見えているのがこちらのアメニティなんですけども、非常に広々とした、プール、ジャグジー、バーベキューなどがあります。また1階にはジムと、それから、シアタールームなども併設されています。ここも物入れですね。そしてこちらがワンベッドプラスデンという形、まあでも、デンにもクローゼットスペースがありますので、ベッドルームとしても十分お使いいただける感じです。キッチンですね。フルキッチンになります。そしてベッドルーム、リビングからはマリーナ、そして、向こう側に肉眼の方がもうちょっと見えるんですけれども、オーシャンも見えます。